無限名戦10回、ソロ8色全てでクリアしたいと考えていますが、くじけそうです。今宵の陰陽師キャラは、武田信玄や、屈指のネネなど、英傑に恵まれていますので、横削りで挑戦します。全体攻撃ができる英傑で揃えました。前田慶次は単体攻撃です。神罰に耐えられるよう、減災の術を使いますので、式玉が早く溜まるよう配慮しています。邪神一体になってからの、追い込みを設定すれば、もっと短い時間で倒せるかも。
思い知ったか。